氷川きよし印象がらりクールビューティーな金鋭に驚きスタイル抜群全身ショットが話題。歌手の氷川きよしが18日までにインスタグラムを更新。メガネをかけたクールビューティーな金鋭を披露した。写真、氷川きよしスタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。先日、プライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、ディスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました。と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回は、劇場コンサートツアーディナーショーのリハのお写真でございます。と、メガネ姿のソロショットを投稿。 続けて、劇場コンサートは、絆ディナーショーは、アイアカイハートアをテーマにした。二つともタイプの違うセットリスト、いらしてくださるお客様。歌の世界をたっぷり満喫してくだされば嬉しいです。皆様とお会いできるのを、指折り数えお待ちしております。とメッセージを添えた。ネット上では、メガネもお似合いです。久々のメガネ姿。クールビューティーダワー。 めちゃ綺麗可かわいいお顔、などの声が寄せられている。氷川清きよし、川清かきよし。1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。 2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール長×ヒカワ清企画としてシングル、限界かけるサバイバーをリリースし、新境地を開拓。 2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。